高校生が道産食材を生かしたスイーツのアイデアや技術を競うコンテストが三笠で行われました。ハイスクールパティシエロワイヤルはセコマと三笠市教育委員会 HBC が北海道の菓子業界を担う人材を育てていこうと2018年から始めた高校生のスイーツコンテストです。今年は道内の9つの高校から21チームが応募し、真っ赤高校の山つかりチームによるアロニアの果実を使ったゴロッとまるっとアロニアタルトが最優秀賞に輝きました。上位4チームのスイーツは秋以降セイコーマートで期間限定で販売されます。